ラランド21185は地球から8.21光年の距離にある恒星である。1801年にパリ天文台の天文学者ジェローム・ラランドによって発見された。変更性だと考えられている。軌道の分析から惑星を有している可能性がある。もし存在すれば、プロキシマ・ケンタウリ系、バーナード星系に次いで、 太陽系から3番目に近い惑星系となる。学術論文では、ラランド21185のほか、クリーゼ411、HD95735 と呼ばれる。1857年、フリードリヒビルヘルム・アルゲーランダーにより、大きい固有運動が発見されたため、フリードリヒビネッケなどによりアラザランダー、S セカンドスターと呼ばれた。ファーストに当たるアラザランダー、 S スターは1842年にアルゲランダーが大きい固有運動を発見したグルームブリッジ1830である。ラランド21185アルファ、ケンパウリ3連星、バーナードボシ、ウォルフ359に次いで太陽に近い恒星である。この恒星は低温の赤色外星で質量と直径が太陽の36%。 可視光での明るさは180分の1である。太陽の46%という、この恒星の質量は、赤色矮星と、大色矮星の境界上に位置しているため、大色矮星とみなす意見もある。この恒星がどちらの範疇に属しているかは、その終末期に、赤色虚勢の段階を経て、白色矮星へと変化するか、赤色虚勢にならず直接白色矮星へと、 変化するかの違いによって決定されるが、それが判明するのは早くても、数百億年以上未来のことになると予想される。ラランド21185は変更母子であり、変更母子総合カタログでは、リューザバイ型変更星として登録されており、このカタログでの名前は、NSV18593 である。シンバットなどの製表では、先行星として登録されている。 観測では他の先行性に分類される構成と比べるといくらか静音であることが報告されている。ラランド21185からの X 線の放射も検出されている。2017年にディック・カーネギー系外惑星サーベイのポール・バトラーらのチームがラランド21185の周囲を公転する惑星候補の発見を報告した。この天体は WM ック点問題の結句愛望遠鏡及び観測装置ハイヤーズを用いたラランド21185の視線速度の測定によって発見されたものでバトラーらは公転周期は約9.9日加減質量は地球の3.8倍としているこの惑星がラランド21185から受け取る放射流束は地球が 太陽から日射として受ける流束の5.3倍と見積もられている。ラランド21185のハビタブルゾーンは主星から0.22天文単位付近で、もしそこに惑星が存在するとすれば、光天周期は56日以下である。2019年のソフィを用いた観測では、バトラーらが報告した約9.9日周期の視線速度の変動は検出されず、代わりに、 約13日周期の変動が検出されたと報告された。これに対応するラランド21185ビットは加減質量は地球の3.0倍、軌道長半径は 0.0785au と推定している。ラランド21185系はプロキシマケンタウリ系に次いで太陽系から2番目に近い惑星系となる。二千十八年にはバーナード星でも 境外惑星候補の検出が報告されており、こちらが確認された場合は3番目に近い惑星系となる。2021年、ザ・カリフォルニア・レガシー・サーベイによって、ラランド21185に2番目の惑星ラランド 21185C が発見された。ラランド 21185C は3190日の公転周期を持ち、 主星から3.1天文単位離れた場所を公転している。上記の惑星候補が発見される以前の1951年にピート・ファンデカンプと彼の学生であるさらりピンコットによってアストロメトリーポーを用いた惑星の発見が報告されていた。彼らはスワースモア大学のスプロール天文台の21インチ反射望遠鏡を用いて観測を行った。 1960年には再びリピンコットが過去の観測に同じ望遠鏡を用いた新しい観測データを加えて惑星検出の報告を行ったが、この時は1951年の報告とは惑星のパラメータの値が変わっていた。同時期にこの天文台で観測された写真看板は、 ファンデカンプがバーナード製周りの系外惑星発見の主張を行った際にも用いられたものである。しかし、スプロール天文台の24インチ反射望遠鏡で用いられていた写真看板での観測結果は後に欠陥があったことが指摘されている。ファンデカンプらによるラランド21185及び バーナード星での系外惑星の発見主張は、1974年に、ピッツバーグ大学、アレゲニー天文台のジョージ・ジー・ゲートウッドによる、一天文測定によって否定されている。2006年に描かれた惑星の創造図1996年に、同じくゲートウッドは、ラランド2185に、惑星系が存在する、可能性をアメリカ天文学会の会合で報告し、 一般紙においても報道された。三つの惑星 BCD はいずれも木星型惑星か天皇星型惑星とされた。主星に最も近い惑星候補 B は木星の9割の質量を持ち、恒星から2.2天文単位の位置を円形の軌道で点8年かけて降天しているとされる。 その衛星はトリトンのような岩石と氷で覆われた世界だと考えられているが、もしかしたら摩擦熱などの影響で間欠線が存在するかもしれない。惑星候補 C は木星の1.6倍の質量を持ち、主星から11天文単位の付近に位置し、30年かけて好転しているとされる。さらに外側に木星と同じ程度の質量を持つ、 惑星候補 D が存在するかもしれない。このデータは、他のグループによる追観測が21世紀初頭においても成功しておらず、地上からでは精度が十分ではないアストロメトリー法によるものであることに注意を払う必要がある。コロナグラフを用いた後の観測では、惑星の存在に否定的な結果が得られている。そのため、境外惑星の一般的なリストには記載されていない。 2019年のソフィアを用いた視線速度観測では、ファンデカンプとリピンコットが1951年に報告した惑星、及びリピンコットが1960年に報告した惑星の存在は否定されている。これは、報告通りの軌道要素や質量を持つ惑星が存在した場合、十分に検出可能なほど大きな視線速度の変動があるはずであるにもかかわらず、 そのような変動が検出されていないからである。ゲートウッドが報告した惑星に関しては、軌道傾斜角の値が得られないためはっきりしないものの、仮に45度だとした場合でも、視線速度の変動は十分検出可能であり、そのような変化は見られないことがわかっている。ありがとうございます。